谷山希章、谷山希章、谷山希少、1975年8月11日体は、日本の男性声優、歌手、県プロダクション所属、山口県宇部市出身、山口県立宇部中央高等学校、代々木アニメーション学院声優科卒、アニメ映画、アキラを見たことがきっかけで、声優に興味を持つ、1994年、 高校卒業後に上京し、声優になるべく、専門学校に通い出す。1995年、学内オーディションで、野村美智子に見出され、後にケンプロダクションへ所属。声優デビューは、銀河英雄伝説の一兵士役。1999年、義族という、卒業 M の5人の後輩役で、戯れ族の末裔の声,の声を演じる。またその声優、田坂秀樹。 菅沼久義、堀内真希、伊藤祐介、後半は、かつ安里に、チェンジと共に、GI 族として、ユニットを組み音楽活動もした、約3年間で終了。2004年7月、君が望む永遠で、男性向け作品のキャラクターソングとしては珍しく、男性主人公のイメージソングを歌い、注目を浴びる。2005年2月、シングル、デイドリミンで、 歌手としてデビュー。携帯サイト、声優 v ステーションで開催された、第2回喋り甲子園で優勝し、褒美として1時間ラジオ枠をもらい、優勝記念番組、タタタタ、気象、が放送された。9月には谷山が、ボーカルで、飯塚正明が、ギターの音楽ユニット、グランドディオ、グランドデオを結成。グランドディオのボーカルとしては、2009年頃から、 発売した歌の CD がオリコンランキング上位になるようになった。2007年10月、小山剛よ主催の劇団の舞台、喝采で、僕の人のダブルキャストとして舞台初出演を果たした。2010年5月3日、グランドディオのボーカルとして、男性声優では初の日本武道館で単独ライブを開催した。その後もグランドディオのボーカルとして、 武道館のような大きな会場でライブを開催した。2011年5月、実写アクション映画に初めて出演し、主役を演じた。2012年3月2日、第6回声優アワードにて、歌のプリンス様のユニット、ST リッシュとして歌唱賞を受賞。雑誌などで通常使われる煽りは、声優界の異端児。キャッチフレーズは、ラブピースエロス、人生。 谷あり山あり気象ありなど、名前が杉山俊明と似ていることからよく間違われる。実家はローソンのフランチャイズで、第二の故郷は漫画喫茶。母親からはキー君と呼ばれている。弟が二人。学生時代は陸上競技をしていた。中学時代に100メートルを11秒後で走り、高校時代は400メートルで49秒6を記録し、 県大会で2位になっているため、声優会最速を自負している。愛用している締めの言葉は、愛してます、愛してください。声優業では演技、役作り等に関わらず、本能で役に入り込むという。ただし、テレビで役所工事が言った、役作りでは演じる役柄の嫌なところをまず見つける、という言葉には深く感じたことはあると。ハイスクール、記念組や、 王立宇宙軍オネアミスの翼のファンであることを公言している。影響を受けた人物として、声優では古川俊夫と安原義人、歌手ではビーズの稲葉博岡村康之、吉川康二などの名前を挙げている。読書をよくする。好きなジャンルは漫画、小説、特に角川ホラー文庫から絵本まで様々。好きな作家は岸祐介。休みの日は 家で DVD 鑑賞などをして過ごすことが多いという。本人曰く面倒くさがりなため、基本的に何かをするために外に出ていくって発想がないとのこと。また、夏が苦手だが、涼しげな日は自転車で出かけることもある。好きな食べ物は肉。以前は牛肉もよく食べていたが、消化が悪くそのまま体につくとの理由で、主に豚肉を食べる。 トンカツも好きであるが、脂身を嫌うため、ヒレカツのみ。カレーには、醤油推奨派。納豆も好む。苦手な食べ物は梅干し。梅味のお菓子も苦手。また梅干し以外の漬物類、グリーンピース、ナスも苦手。服装は、柄物が好きで、特にヒョウ柄を好む。NBA が好きで、中でも、現役屈指のスター選手として活躍する。 コービー・ブライアントのデビュー当時からのファンである。また、コービーの所属する、ロサンゼルス・レイカーズを応援している。ツイッターにおいて、ワウワウで NBA 中継を観戦していることを、たびたび公言しており、実際にスタジオゲストとしても出演している。好きな芸能人は、ロバートで、ブレイクアウトで、飯塚正明と共に、お悩み相談をしたことがある。喫煙者だったが、 2014年からは禁煙中、上京してすぐに暮らした部屋は建築家の黒川紀章の設計したものだった。名前が同じということで縁を感じ住むことを決めたが、現在は転居している。なお2004年秋発売の声優アニメディアによると、一級建築士の父親が谷山の名前を付ける際、この黒川紀章から取ったという。 県プロダクション相談役の野村道子は、専門学校時代の谷山を突っ張っていたと語る。学内オーディションにて、野村が、あの谷山って子がいいわと、講師たちに押すと、正義だからやめた方がいいと全員に反対された。だが、正義なくらいがちょうどいいわよ、と谷山を選んだ。理由として、突っ張ってる子は、その分頑張らないと格好悪い。だから突っ張っ ているのはそれだけやる証拠だと思ってねとのこと。近年の村がブレイクしてよかったねと谷山に言うと、美智子さん、売れるまで10年かかるって言ったじゃないですかと話したと言う。1999年発売の声優雑誌、アニラジグランプリ第19号の企画グラビアにて、バスローブ1枚の姿で女性声優をはべらせ、オーエス、俺のフェロモン絶好調という、 奇怪な青り文句と共に映っていたことが話題となった。メガネスーツ姿で雑誌、声優グランプリのラベメーガンというメガネコーナーに乗り、2006年10月発売の女性メガネ愛好家向けムックボーン、メガネマガジンに声優界一メガネをかけせたい男性として紹介された。しかし、本人の視力は1.5から2.0である。 天元突破グレンラガンで谷山が声を演じた、キタンは早い段階で退場する予定だったが、ゲイナックスの制作スタッフが谷山が演じるキタンを見て、キタンはこういう面もあったのか、もっと面白い描き方ができるのではと設定を変更して、キタンの寿命が伸びることになった。武装連勤で共演したのをきっかけに、小山剛と交友を深め、その縁で、 戦術の舞台に初挑戦した。ちなみに、谷山は小山のことを強シックスと呼んでいる。太字はメインキャラクター。太字は放送中。は、インターネット配信。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。